こんばんは、平井博之です。今回はですね、公式 LINE の方にクラブがダウンスイングで寝てしまうという LINE が来まして、その直し方とどういう原因でクラブが寝てしまうかっていうことについて解説していきたいと思います。そもそもクラブがダウンスイングで寝ることが原因で 99.9% 右に行くんですよ。右に行く原因って振り遅れとフェースが開く、大体この2つになってくると思うんですね。 LINE をいただいた方はクラブが寝てしまうっていうことだったんで、その寝る原因と対処法を解説していきます。平井博明のワンナップゴルフ。まずトップを作ってクラブが寝るということは、だいたい左サイドが伸びたり、手元が体から離れて浮いてしまったり、あとは右肘が右脇腹にくっつく、あとはそもそもヘッドが振り足りてない、前に出せてない。もうクラブが寝る要素、これだけで4つあるんですよ。どれが原因としてクラブが寝てるかって、振ってる時にもわからない、動画見てもほとんどわかんないですよ。結局右肘を例えばグッて脇腹に近づけました。近づけたら手元が浮いて左が伸びてクラブが寝るんで全部出るんですよ。だから僕が言いたいのは、その原因を突き止めるってことをしない方がいいんです。単純に飛んでいった球が右に飛んでいったんであれば、クラブが打つ時に間に合ってない、ここが間に合ってる、でもここで間に合ってないんで、間に合わせてあげたらボールがどん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 左に行くんですよ。例えば右に飛んできましたって言ったら、もうとんでもないぐらいクラブを返して左に打ってあげることが大事なんですよ。すごい左に打って、その返し度合いで、じゃあ右と左行きましたって言ったら、その今練習場に来て練習をしてるんであれば、その度合いを練習するってことがまず大事なんですよね。なんで数字として、角度としてクラブフェイスをインパクトでまっすぐにするわけではないんですよ。自分の感覚であったり、クラブの振るタイミングでボールに対してフェイスをゼロに当てることが大事なので、今どれぐらい開いたとか、どういう寝方をしたっていうことはあまり大切ではないんですよ。飛んでく自分が打った球に対してどん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 調整を加えて、ボールを真ん中に寄せていくっていう練習をするといい練習になるかもしれないですよね。思いっきり左に打ってみる。そうもうね、やべえ左に打つ感じ。1球目右打ちます。右行きました。いや右行っちゃったなってなったら、今度真ん中からどれぐらい右行ったか大体でいいんで、例えばじゃあ30ヤード右行きました、センターから。じゃあ次にセンターから30ヤード左に曲げるんですよ、こうやって。したら右と左が対象になりました。対象になったのはどうでもいいんですよ、どうでもいいんですけど、次にじゃあもうちょっと右、今左すぎたんでもうちょっと度合いを緩くします、真ん中よりちょっと左行きました。じゃあ次にもうちょっとだけ緩く、完成しました。真ん中、結局これなんですよ。全て自分が言ってることっていうのはインパクトゼロが基本なんで、今のも結局ゼロポジションに当たった時にまっすぐもちろん行ってるんで、そこに戻す度合いを調整してるだけなんですよ。だから結局インパクトゼロはやらなきゃいけなくなっちゃうんです。だから1球目右行ったっていうのはクラブがこうやって寝てるんで、それを直すっていうのは、こっからまっすぐにしてくださいって言ったら誰でもこうやってやると思うんですよ。こうやってクラブを立ててまっすぐこの位置にしたら、今どうやってまっすぐにしましたかっていう動きをスイング中にこうやってまっすぐにしてあげるだけなんですよ。複雑にこうやってやって、何かこうやってやってるってことは一切してないので、とにかくシンプルにこの形に振ってる最中に戻してくる、こうやってこの形しか意識はしてないんですよ。なんで今のでほんのちょっとだけわざと今より10ヤードぐらい左に打つって言ったら、ほんのちょっと体
返すのを強くしてインパクト前にちょっと閉じてあげるイメージで打ってあげる。したらさっきよりほんのちょっと左に飛んでってる。こういう度合いっていうのを調整できてるかどうか。最初はあんな微調整なんてする必要ないんですよ。もっと大きい調整でいいんです。大げさに言ったら右の林と左の林に打ち分ける、それぐらいでいいんです。その打ち分けから始まるので、最初から5ヤード右5ヤード左とかっていらないんです。自分が意図した方向に打ててるかどうかが一番大事なので、微調整っていうのはもうその次、またその次ぐらい、それぐらい難しいことです。なので楽しめなくなっちゃうんだったらそういう練習はする必要ないので、微調整っていうのは相当先のことなんで、自分が右行くんだったらとりあえず左に打つことをしてみるっていうことが大事になってきます。なんでクラブが確かに寝るって分かってるんであれば、寝ないようにクラブを起こしてあげることが大事です。その起こし方は起こせるスピードでまず最初打つことなんですよ。早く振れば振るほど、例えばこのまんま左に動かしたらクラブってこうやって絶対寝るんですよ。でも寝ないスピードで動かしたらもちろん寝ないんで、それも調整なんですよ。スピードの全て調整してクラブをまっすぐキープできる状態でスイングを作っていかなきゃいけないので、最初から自分の振りたいスピードで打って完璧に仕上がることはないんです。もう土台から仕上げてって、どん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 ピラミッドの頂点にスイングを、自分の完成形を作っていかないといけないので、いきなりポンと飛び級はないので、徐々に徐々に自分のスイングっていうのは作っていった方がいいと思いますね。はい、どういうふうに動くかっていうより、はい、出たボールに対して、うん、右に行ってんだったら左に振られてる、生かそうとして、うん、打つっていうのが、うん、練習方法。そうだね。俺思うんだけど、誰がいい悪いっていうつもりもないけど、俺がイメージとしてレッスンってスイングを先作るのよ。でも本当はボールが先なのよ。打ちたいボールがあって、それに対して自分がどう動くかが正当な順番なわけよ。でもスイングを先、例えばあんまり言っちゃあれだけど、先にスイングを、こういうスイングをしてくださいねって言ったら、そのスイングが出来上がってでもその球は打てるかどうかは分からないわけよ。分かんない、打ってみないと。ってことはその球が打てないんだったら、まだスイングは完成してないですねって判断する場合もあるわけよ。そうなってくると、自分が今どんなスイングを完成形としてやってんのかが分かんなくなるし、スイングができたからってコースでそれが通用するかは分からない。そこがすごいポイントで、だから自分が例えばドローボールを打ちたいんだったら、ドローボールを打つための準備をしてからその動きをするわけじゃない。でも習ったスイングをやらなきゃいけないって言ったら、ちょっと待って、そのスイングをしないと僕は怒られちゃうからって動くでしょ。そうしたら、じゃあドローボール打ってって言ったら、え、そのスイングからドローボールはどうやって打つのってなるわけよ。だからいろいろスイングから作っていくと、何通りも動きを覚えなきゃいけないの。そう。でも球筋からスイングを作ると覚えなくていいわけ。そうやって動こうとすればそうやって打てるわけだから。だから打ち方を知ってたら動きは覚えなくていいし。ああ、なるほどね。そう。だからもうね、スイングから覚えるんじゃなくて、自分の打ちたい球がどういう球筋かっていう方を優先した方がいい。だから順番的にはボールが先、球筋が先で、その次にスイングが来る、2番目に。だからスイングはね、一番最後でもいい。本当に確かに大事だよ、スイング大事なんだけど、普段無意識にやってることって形気にしないと思うんだよね。イチロー選手ぐらいでしょ、そのトイレしてる時までカメラ撮影されてると思ってるのは。そう。でも例えば靴を履く時の姿勢とかってほとんど気にしないのよね。そういうことを気にしだすと気にないわけよ。さっきの右行ったっていうのもそうだけど、じゃあピンから5ヤード右行った球が自分では納得しなかったとします。でもその5ヤードどうすんのって話になっちゃうのよ。5ヤード調整はできないと思うんだよね。できたらプロだから。だからそういうことはあまり考えない方がいいかな。ごめんなさいね、相当脱線したつもりなんで、一回話戻しますと、振り遅れに2タイプあるって言ったら、また話戻るかもしれないですけど、もう一つはこう構えて、このクラブが寝ないでフェースがこうやって開く。
さっきのは寝てクラブがこうやって寝て開くのね。で今言ってんのは立てて開く場合がある。そうそう、この2つが一番多いと思う。右行く、これはどういう時に起こるかっていうのはもちろんその方のコースの見た目の印象とかで出るんだけど、いつ出るか分かんない。だけどこれって一番多いのはハンドファーストなの。ハンドファーストにしてる人が多い。ちょっと試しに検証していい？インパクトゼロで振り遅れないように打つスピードだとこれぐらいのスピードだったら全然遅れないで打てる。あれよりもハンドファーストにしないでめっちゃくちゃ急いで打ってみるね。急いで打ってこうやってタイミング早くしてもインパクトでタイミング早い時間で戻そうとしてるから右に行かない、開かない。だけどこれね、ハンドファースト、こうやってハンドファーストに構えて、ハンドファーストは必ずハンドファーストにした時にリグリップしましょうね。ここで握り直してこっからこうやって遅れないようなスピードで今打ちました。こっから問題なんですよ。ハンドファーストで急ぎますね。したら右行くんです。これが2つ目の立ったまんまフェースが開く。結局ハンドファーストって前動画で僕がハンドファーストをおすすめしない理由って動画上がってるんですけど、それでも言ってるんですけど、ハンドファーストってそれなりにリスクが伴うんですよ。そもそも真ん中がここで、ここからハンドファーストってここ手が左にずれてフェースの向きはターゲット向いたまま前にこうやって倒す位置、この位置で構えるんですけど、この位置で構えた状態だったらインパクトのまっすぐがクラブは地面に垂直がここですよね。ここに対してヘッドが後ろに来るんで、もうこの時点でちょっと振り遅れた状態を作ってます。要はロフトを立てて球を強くしてダウンブロー気味に当たるとそれなりにこのハンドファーストの良さの球が出るんですけども、それがきっちりできてないとクラブがこうやって立ったまんま右を向いて開いてしまう。これめちゃくちゃ多いミスなんですね、ハンドファーストを意識されている方は。なのでハンドファーストって結構リスクを伴うんで、それも承知の上でやっぱりやった方がいいですよね。フェースが開きやすい構えをしてるんで、普通にポンと打つよりも余計にフェースをインパクトでまっすぐ戻してあげるようにズバーンと使ってあげないと開きやすくなることだけちょっと頭に入れといていただければ、ハンドファーストでもうまく打てるようになるんで、それはやっていただいた方がいいかもしれないですね。急いで打ってる時にも、うん、ちゃんとこう戻ってきて、うん、まっすぐ行ってるのは、うん、もっともっと間に合わせようとして動いてると。そう、普通にポーンって間に合うようにゆっくり打ったのと2球目早く打ったじゃない。普通に打つのはもちろんこうやってポンって間に合わせるように打ったんだけど、2球目はこうやって打ってるから、あ、でもここら辺で打ってる、そう、こうやって打ってる。相当振り遅れるって分かってるから、トップ作ってふざけた話抜きにするとこうやって上げてこっからもうこうやって打ってるから。あ、じゃあ、うん、この真ん中で打ってるんじゃなくて、うん、ここで打ってる。皆さんに見えてないんだ。そう、この辺ね。そう、この辺。ここで打ってるでしょ。そう。だから、そう。問題はどこっつったらもちろんここで起きてるじゃない。ここで起きてることをここでは直せないから、ここで直したいことは1個前、もしくは2個前の段階でそれを対処してなかったら直したいところは直らない。インパクトで遅れないようにするにはもうトップか、言っちゃえばアドレスからよね。なんならアドレスからもう右確定ですねってなってる人もいるから、アドレスじゃないにしてもトップを作ったらもうこっから右行かないためにどうしてるかっていうのがめちゃくちゃ重要だから、右行くのはインパクト開いてるからでしょ、そうですってことはインパクト直せばいいんでしょ、だったらもう直らない、それで直せない、直せない、間に合わないから。間に合わない、うん、もう相当な速さのところだからインパクトって、そこを直そうとしたらもうこの辺来てるから、フォローするまでここを直すんだったらもうこの辺だよね、この辺からもうこうやって切り返してなかったらインパクトは間に合わない。コメントくださった方のクラブが寝ちゃうっていうのも、うん、ここで
直んない。そう、クラブが寝る方はトップ作ったらダウンスイングでハンドルを左切った方がいい。ハンドルを右に切りながら下ろす人が寝るんだよ。俺のイメージ、スイング中にハンドルを右に切ることは一回もない。バックスイングもまっすぐ、もしくはちょっと左に切りながら上げて、そっからバケツをガバーって行く感じ。ハンドルつったのにバケツになっちゃったけど、そんな感じ。常にこういう状態を作ってる感じ。こういう状態は作ってない。寄せるっていうのは俺一切イメージないから、覆いかぶせるイメージしかない。じゃないと遅れちゃうから。だからね、本当にね、これとかね、めちゃくちゃいい練習だと思うけどね。こうやってこれがこう倒れないように、倒れないようにしてます。絶対したはいいっすよ。絶対こうやって倒れないようにしたらまっすぐ行くもん。それをねやってあげた方がいいと思うけどね。うまく取れてるか分かんないんだけど、寝かせて打っていい？寝るか分かんないんだけど、めっちゃ痛ましょう、寝てるかどうかちょっと後で見てみないと分かんないけど、自分の中では相当寝かしてるわけよ。でもめっちゃ痛ま出るわけよ。そう、関係ないから。元も子もない。今の 何十分間無駄？意味がない。そっか、じゃあもう一回いくね。もう一回だけチャンスください。イメージはこういう寝かせるイメージで打つから。全然まっすぐ行くでしょ。なんで？関係ないから。確かに寝かせてるっていうか、こうやって遅らせてこうやって打ってんのよ。左も伸ばして右肘こうやってつけて打ってんの。だけどなんでまっすぐ行くかっていうと、インパクトゼロに戻してるだけだから。それでも戻せる。そう、あのね、ゴルフの平井博明はゴルフの一発ショットを打つ、パターからドライバーまで全てゼロに戻さないとお父ちゃんに怒られるから、そうやって育ってきたから、インパクトで振り遅れないようにしてるだけなの全部。だから寝ようが何しようが関係ないんだよね。全く無意味な動画になっちゃったね。怒られるよね。でもそうだから、どう動いてもいいんだ。どう動いてもいいと思う、インパクトゼロだったら。そういうことで。ただ寝たらドローしか打てないんだよ。寝かしてゼロにしたらドローしか打てないんだけど、フェードは打てない、寝たらね。だけど真ん中は打てる、まっすぐには打てる。狙ったところは打てる。例えばクラブが覆いかぶさっちゃう人はほぼほぼスライスしか出ないのよ。だけど狙ったところにスライスは打てる。だからね、何よりもインパクトがガチンってまっすぐ戻ってくるのが大事になってくる。そして、出るボールが大事ってことは、どう動くって。そうなんですよ、そうなんですよ。今トール君が寝たらどうなるとかいろいろ質問してくれて、寝るとか振り遅れに対して言ったけど、結局頭の中でもう寝たらドローが出ると思うから、逆算してドローを打つにはクラブを寝かせたらいいで今打ってるだけだから。そう、だから普通にああいうドローが、ハイドローを寝かせるからクラブ下から入るから球は高くなる。ハイドローが出るって分かってるからその動きをしただけだ。だから本当に答えっていうか、打ちたいボールが決まってなかったらスイングも決まらない。両方決まってなくてレッスン行きました、いやゴルフのスイングはこうですよってスイングを先に叩き込まれたら、それがいつ完成したか出来上がったかも分からない。だって打つ球はどういう球が出るか本人もわからないわけだから、いつレッスンをやめたらいいかとか、そのやってるスイングがもう今日で終わりですよと完結したのかもわからない。あんまりスイングしない方がいい。スイングを意識してやりすぎない方がいいね。それよりも本当コースで大事なのはどういう球をその場で打つかが大事だから、そっちの方がね 10-0 で大事かもしれない。その打ちたい球が打てなくなって初めてスイングをいじるから、最初にスイングではないってことだよね。はっきり言えるのはそれ言いたいかな、この動画では。変わっちゃいましたけど。公式 LINE の方でクラブが寝てしまいますよという方にちょっと動画として撮ったんだけども、やっぱり寝ることを
を起こすっていうのかな、クラブを立てることを単純にどうやるかっていうことをまず考えた方がいいかもしれない。ゴルフのスイングとして考えるんじゃなくて、寝るんだったら寝ないところで静止状態をまず作ってみる。ここと寝た時にどう角度が違うのかっていうのをまず知ることも大事。自然と右のこの空間、右腕と体のこの空間は絶対にちょっとずつ広くなってくるはずなんだよね。ここが閉まったらどんどん寝るから、遠心力かかったら。ここがこうやって起きてて、どちらかというと左脇の方が多少締まり感があった方がクラブってこうやって起きるから、うん、そういうイメージを持ってもらった方がいいかもしれない。とにかくクラブが多少寝たとしてもヘッドが先行してたらいくらでも補える。それはもう寝るイコールドローの宿命っていうか、ドローしか打てないから、ほとんど寝てもいいけど、クラブが間に合ってればナイスドローは打てるから、うん、ストレートは打てないにしてもめちゃくちゃハイドローは打てるから、それをね武器として使っても俺は全然いいと思うんだよね、うん、そこを直したい、どこを直したいっていうのももちろんわかるけど、それよりも出てる球で、例えばハイドローが出るんだったらハイドローでどこまでコースでスコアを作れるかっていうのをやってあげた方がいいね。で寝てちょっと神気味だなとか、ちょっとドローがきついなと思ったら、ボール1センチ中に入れたら多分解決するのよ。ボールの位置をちょっとこう中に、いつものポジションよりも1センチぐらい中に入れるだけで、クラブ下から来る人だったらボールにコンタクトできるようになるから、寝るのにいつものポジションに構えるから打ちたいところにボールがないの。そこをこうやって移動してあげたら直接ボールにこうやってヒットできるから、そう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 。だそれを作ってあげる、自分のオリジナルを、それも球でね、ああいう球を打つんだったらボールの位置ずらしてスイングもこうやって作るってなってくるはず。全てボールから導き出されるから、それやった方がいいね。いや本当、いろいろ質問してくださる方もいてすごくありがたいんです。こうやって動画撮る内容にもなったり励みにもなるんで、ぜひぜひ今後ともなんかちょっとした疑問でもあったらコメントいただければと思います。今回ですね、クラブが寝るというご質問だったんですが、すごくありがたい質問でした。本当にありがとうございます。一応振り遅れという題でやらせていただきました。なんで結果からするとクラブが寝て右に行くのと、クラブ寝ないで立ったまんま開いて右に行く2通りがありますよという内容になったかな。途中脱線しましたが、スイングの大切なことっていうのを伝えさせていただきました。なんでボールが右行くんであれば、その右に行った度合いを今度左に打ってみることも大事かなと思いますので、ぜひ練習場でやってみてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。